電話して、うんうん、あうまくいきましたって言って、うんうん、俺の電話をしたのよ、うんうんうん、そしたら、うん、わし何もしてないでって言うのよ。おお、そうなんや。うんうんうん、いやわしは何もしてないと、うんうんうん、いやもうそれは香川さんの力やでって言うの、うんうんうん、いやいやこんなかっこいいことないやんいや、それ聞いたからその人ほんますごいですよね、うん、自分の手柄みたいなのをこうね、わしのおかげやはぁはぁ言うたわけじゃないんや、うん、俺は何も言ってないで、ただ福祉局の人とは仲良くはさせてもらってるぐらいの感じだったよ、話の中なんかそんな内容。いやいや、かっこいいかっこいい、確かに、ええー、と思って、これが市会議員みたいな感じになって、だから僕ら市民が困ってますを、まあ言うたら市の行政側の方といろいろとまあ伝えてくれて、で行政側の方もまあそれにちゃんと答えてくれる、その中間のねところで活躍する仕事なんだなと思って、で市会議員ってすごい権力を持つじゃないですか、まあ議員とかまあ先生と呼ばれるぐらいもう権力を持つじゃないですか。なんか僕イメージ悪かったのよ、議員って。ああもうなる前はね、なる前政治家って、まあそれを一般的にそうですよね。そうでしょ、さっきの先生先生みたいに偉そうにしたり、なんかお金とか、うん、なんかもう勝手なイメージだけどね、政治と金言うてね、そうで、ちょっと前は神戸市議会もいろいろあったしね、あったし、まあそういう政務活動費のね、うん、不正の使い方とか、ちょっと全国的に有名になっちゃったから、うん、あったから、うん、イメージ悪かったんだけど、うんうんうん、だけど権力っていうのは、うんうん、いいことに使えば、うんうん、こんなに社会のためになるんだっていうことを、うんうんうん、その時経験できたんですよ、うんうんうん、で、お母さんたちが言ってた意見を、うんうん、とかアイデアを、うん、その時にももう持ってたし、うんうん、あ、そうですよね、アイデアはめちゃくちゃもう溜まってましたよね、溜まってた、うんうん、それまではアイデア、うんうん、で、これを実現できないこと、もどかしさも持ってた、うんうんうん、で、どうしたらいいかわからなかった、うんうん、一市民としてどうしたらいいかわからなかった、うんうん、そしたら市会議員になれば、うんうん、そのアイデアも実現できるんじゃないかということで結びついて、よし選挙出ようって思った。それが調べたら2015年にあると。あ、だからもうそれまではそのあるとかも知らんかったってことですもんね、いつあるかもね。もうね、選挙に行ったことがない言うてんの今まで行ってもなかった。そう、市会議員に立候補して、うんうん、初めて自分で選挙に。マジで俺選挙は行ってたけどあ、もう投票にすら行ってなかった。行ったことなかった。もうそんなに興味なかったんですね、うん、なかった。まあ自分の仕事とか自分のなんていうのやりたいことぐらいにしか興味ないじゃない、うん、まあいわゆる、まあまあね、まあ、あの頃で33歳4歳ぐらいでしょ、うん、そうね、まあ選挙出るって決めたら35ぐらいよ、うんうん、35で若者が選挙行かないとかってね、言うけど、僕も全然まさにその行かない方典型そうなんや。結構それは今この前も明石の市議会の方にもお話したけど、結構ね、で立候補する方でも全然興味ない、だからみんな興味ない興味って、まあ当然というか、やっぱ自分ごとにならないと興味すら行くことすらなかった。ない、そうだと思うよ。だってそんなまあ新聞読むって言っても、うんうん、テレビ欄とスポーツ欄ぐらいしか見なかった。興味ないしね、うん、そのなんていうの、社会問題とか政治問題とか、うん、興味なかったけど今はもう見るよ。で結局それで選挙出たらいけるわと思って調べたら2015年にあるって、もうすぐじゃないですか、うん、準備って普通はどれぐらいするもんなんですか。いやこれね、人にもよるんですよ、うん、まあまあまあね。あと選挙の、うん、種類もよってて、うん、市会議員選挙の場合はやっぱりね、まあ、短くて半年やらないと無理ですわ。ああ短くてね、うん、うんうんうん、だから4月に選挙があるんだったら前の年の10月ぐらいからやっとかないと無理です、うんうんうん、もう言うたらコツ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 積み上げていく選挙。そうですね、うんうん、で市長選挙の場合はドーンと一発花火みたいなんだよ、うんうんうん、だからもう最後の最後まで自分でこう出ることを隠して、うんうん、で一番こう機運が高まった時にドーンって行く人たちもいる。そこはもういろいろ選挙に、まあ、選挙のあれで、うんうんうん、で僕はまあだから、2014年の3月から
2015年の4月の選挙に向けてやから1年、まあ、約1年、うん、活動しました、うん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 、だけども選挙の仕方なんて学校で教えてくれないじゃん。いやそれはそれで党員というかなんかね、うん、無党派ってなの、うん、どうなのかあれけどね、諸派っていうやつだよ。だから僕らは一応神戸市民党っていうのを、うんうん、あの時ももう作って入ってたんだけど、それはね、うん、あの政党に入ったのは何かって言ったら、うんうん、その垂水区の市会議員の人に、うん、まあその後もちょっと何個かこうお願いしたりとか、あまあねそれが唯一のね、そうつながりですよね、最初ないから、うんうんうん、してたら、うん、その方が今度あの神戸市民党っていう政党を作るから、うんうんうん、参加してみないかって言われた。ああなるほどね、うん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 、だからあそれは面白そうですねって言って、うんうんうん、で参加したのがきっかけ、うん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 、でそれで2014年の3月からずっと、2015年の、うんまあ、4月までに向けて、うんうんうん、活動するんだけど、うんうんうん、もうね、何やっていいかわからないよ。そうだね、なんか活動って言われても、なんか僕らもまあなんかビラ配ったり駅で喋ったりはしてる、あれだけじゃないわけですよね、もちろんね。で、うん、まずその選挙に必要なグッズがわからないわけよ。うんうんうん。のぼりとか、うんうんうん、たすきとかあるじゃないですか。店で売ってへんもんな。そう。あのホームセンターとかでもなかなか売ってないでしょ。売ってたらわかるけどね。うんうん。だからどこで手に入れるのかもわからないし、うん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 、で。チラシなんてどうやって作るかもわからない、うん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 、だからもう本当みんなから情報を得たりとか、うんうん、こうみんなも情報を得るって言っても知り合いの人からなんかこうらしいでみたいな確かになんか都市伝説じゃないけど、そうそうそう、おうおう、でネットとかもいっぱいあの情報出てるけど、あ、ね、まあ今調べたらね、ネットはね、うんうん、出てるけど、のぼり作るって言っても、うん、誰にデザインしてもらうんやとか、あ、はいはい、分からないわけよ、うんうん、まあ言ったらあの既存ののぼりはあってもね、うん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 、あの自分の香川真司って書いてあるところよね、うん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 、そういうのも全部、うん、もうほんと手探り手探りでしてたら、うんうん、結構時間ってどんどん経っていくし、そうだってまあそれはあれですもんね、仕事しながらですもんね、 その時はね、だからそれに ね、どっぷりハマってるわけじゃないし、そう、うんうん、だって生活費を稼がない、いやそうやね、それはだってほんま下手したら落ちたら何の収入にもなれへんし、ならない、で、うん、そんなあの危険な賭けはできないじゃないですか、うんうんうん、1年間俺無報酬で無収入やけど、うん、あの選挙のために頑張るわなんか言ったら家族から、そうそうそう、本人はよくても家族がね、うん、何考えてんねんってなるからね、うんうんうん、俺はもう働きながら、うんうん、もう夕方時間作ったり早朝の時間作ったり、うんうん、で、まあ、あと週末とかね、うんうんうん、時間作ったりやけど、あともう一個僕の中でその選挙活動にハンディがあるのは、うん、やっぱ子供が障害ってことなんですよ。おうおうおう、だから例えば朝早く駅に立つって言っても、うんうん、子供が学校に行く時間まで僕が見とかないといけなかったりとかしてたんで、うんうんうん、なかなか駅に立つことが難しかったり、やっぱり夜も、うん、まあ夕方とかもやっぱり子供がもう学校から帰ってきたりとかすると、うんうん、夫婦でまあ見たりとかだけど、うんうん、ご飯食べさせたりとかお風呂を入れたりとかもしないといけない時あるじゃないですか。だからそういう自由になる時間が、うん、なかなか取れなかったっていうのはあるんだけど、うんうん、だけどまあその時間を作りながらちょっとずつちょっとずつやっていって、でまあチラシも作って、うん、で配るようになって、それまた駅立つのがねものすごく怖いのよ駅に立ってね自分の上りを横に置いてよ、いや、たすきなんかつけてすごく分かるというか、チラシ配るのよ、いやあれもすごいなと思って、怖いのよ、なんで、うん、駅に行くじゃん、うんうん、で、よしやろうと思うけど、うん、みんななんかなんとなく見てるしね、多分ね、駅に行ったら何すんねんみたいな、めっちゃ人おるじゃん、うん、そうすると、うん、何回も帰った怖くて、江川さんが一番多いのは精神中央でしょ、精神中央駅、うんうんうん、まあ多いよね、昔だからそごう、あ、そごうがある時か、そごうにどんどんお客さん入ってくじゃない出てくるじゃない駅がもう電車着いたら改札からドバってくるじゃんはい、はい、そこうやって まだ準備してないよ、うん、あのタスキの上りも一人か、うん、上りとかタスキとかを隠してる状態まだで、どうしようかな、どこに立ったらいいかなとか、そうそう、あれってなんか許可とか場所とかはあるんですか。あ、一応駅の構内は入っちゃダメなんでね。でも道路はどこにどことかなんか場見出てここにしてくださいとかあるわけじゃない、ね、ない、どこでも選べるんだけど、だいたい人が注目してくれる場所っていうのを、いやそうやね、もう誰も見てへんとこでね、こそっとやってもしゃあないし、そうそうそう、目立たなあかんけど目立つことが逆に怖いし、怖い、何しとんねんって言われるかもしれないしね、知り合いに邪魔やとか、そう
邪魔やっていう人もおるし、うん、知り合いの人が白い目で見ていくっていう時もあるじゃん。あのそんなにあのごっつい知り合いじゃない知り合いっておるじゃん。いや分かる。だって、まあ、顔はお互い見たこと、うん、名前も知らんけど程度のね、その人が一番ね、だって声かけるわけでもないし、何しとんやろって見てほしい。そうで、うち嫁さんに言ってなかったよ僕、選挙出るって。どこまで、どのタイミングまで。いや結構なタイミングまで。ええー、準備してても。そう、嫁さんに言ってなかったよ。で嫁さんに言うのが一番怖いじゃん。いやそれは分かる分かる。もうすごいバカにされると思う。いや多分何言ってんの、あんたが見て俺もいいとも言われると言われるでしょ。だから嫁さんに内緒でやり始めたのよ。そうなの。そしたら、うん、嫁さんの友達が、うん、香川さんの旦那さんが駅でなんかやってるよって言うから。それめっちゃおもろいなこれ。そうしたら、うん、嫁さんがもうって何してんのってなるじゃん。さすがね。聞いてて、その奥さんも友達言われた時どういう反応したんやろ ね。当然知ってると思って言われてんの、ね、ほらこれ見てって写真撮ってるわけよ。今の時代やから、こそっと僕見てないところで、僕の斜め後ろぐらいから。もう嫁さんほんま腰抜かしそうになったって。いやそらそう、びっくりするわ。まさかよ、頭がおかしくなったなと思うよね。普通は上り立ててなんか話し出して、だって今まで理由がないけど、うん、選挙にすら行ってない人やったのに、そう、何がなんかほんまどうしたんやって、どうしたんやとなるよね。ほんで、まあ、家帰ったら、うん、何々ちゃんのママが、うんうん、なんかあんたが選挙駅立っとんの見た言うて写真を見せてもらったって何してんの。いや家族会議ですよね。もう言わなしゃあないじゃないですか、うん、もうそりゃそうでしょ。いやなんかいろいろ思いもあって次の選挙出ようかなと思ってって言ったら、まずはお金がなんぼかかんのよとか、そんなもん絶対落ちるに決まってるやんとか、もうそんな選挙なんてもうお金持ちでなんかそういう2代目で、でもうなんかもうそういう地元の仲間のいっぱいおる人とか、うん、そういう人しか通らへんって、うん、あんたもう広島出身でお金ないし、うん、友達少ないやん。落ちる3要素やんみたいな感じになるわけですよ。まあ現実的な方で奥さんの方が冷静ですよね。冷静よね、うん、まあそれはもう僕もまあそうだなと。もっともっと。でもまあ一回だけ出させてって言って、うん、お金もそんな使わへんからって言って、うんうん、好きにしてみたいな感じよ、うん、ほんでもう選挙出るようになって、結局だからお金をなるべく使わないでどうやったら選挙できるかをもうずっと考えてた。で今でもやっぱりそれって僕の中で大事だなと思うのは、やっぱり誰でもが選挙に出れるためには、いやいや、お金をかけない選挙のノウハウって大事だと思うんですよ。さっきの奥さんの3要素はなくてもいいようにしないと、そう、ね、もう条件が限られちゃいますもんね。そうなんよ、みんなが出れるようにして、うんうん、お金ない人も出れる、うん、で例えば友達が少なくても、うん、やっぱりまあ出てみようかなと思えるような、うん、まあ、そういった選挙をね、うん、まあ、自分でもやらなあかんと思ったから、うん、だからもうチラシも、うん、1種類もう2種類とか3種類とか吸っちゃうとお金かかるから、うん、もう吟味してもう文章を作って1種類をもうひたすら配り続ける、うん、で派手なことはできないから、地道に駅に立ってもう挨拶したりとか、そこで知り合った人からいろんな話を聞く、で今度市会議員選挙に出ようと思ってますっていうふうな感じで、もうそういった活動して、で最初の選挙の時はほんまお金なかったから選挙カーなし、おおうん、でウグイスとかそういう活動員の人たちもゼロ、うんうんうん、でもうとにかく自分の身一つで、うん、拡声器と、うん、マイク1本と上りで自転車で活動したの、うん、静清中央駅、うん、駅ずっとこうニュータウン周辺、うんうん、まあ、西区の田舎行けないじゃないですか、自転車で、まあね、うんうん、もうエリア限って、うんうんうん、で、まあ、やって、うん、で結局まあ落選したけど、うん、でもね、もう思ったより票が入って、ああ、その時ちなみに何票ぐらい？2500票ぐらいです。想像は？僕ね、1000票いくかいかんかぐらい。ああ、じゃあもう2倍ぐらい。そう思ったより、うん、で2500票ぐらい入って、うん、いや、
こんな活動でいけるんやったら俺金使ったらいけるんちゃうと思って。いやでもそれいいけど、さっき奥さんとの約束のことがすごく失敗なんだけど。もうそうだよ、ぶっ飛んでるよ。いやぶっ飛んだけど、でもその後はどうしたの。だから15年であかんかって、奥さんはもう終わりねっていう話でしょ。そう、選挙の日って日曜日じゃないですか、うん、で日曜日、まあその日は活動できないから、うん、まあ家でゆっくり過ごして、うん、まあ嫁さんもまあお疲れさんぐらいの感じですよね、うんうん、選挙投票日が終わって、うん、8時に終わって、でそこから開票ってなるじゃん、うん、その時も選挙事務所は持ってないから、うん、ああそうか、うん、おうおうおう、家で見てるわけ。別にあそうみんな集まってるわけでもない、集まってるわけない、おうおうおう、選挙事務所もない、おうおう、事務所ない、自動車ない、おうおう、誰も支援者いない、ああ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 、ほんで僕は家にある、うん、もう一台のテレビで、うん、ずっと選挙速報を見てたけど、うん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 、嫁と子供はドラマ普通に9時、10時ぐらいの、うん、でそれ最後の方やったら12時ぐらいに出る感じですかね。そうそう、8時すぐには出ないですよね、うん、で僕もいつ出るかも知らなかったから、うん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 、ずっと待ってても、うんうん、待ってても出ないじゃん、うんうんうん、ほんで11時か11時半とか12時ぐらいに、うんうん、あ出て、最終のやつが、うん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 、落ちたわって言ったら、うんうんうん、もう嫁寝てたもん子供と嫁はもう、みんなこっちはドキドキしてるのに、ってるけど万が一ね、もしかしたらやったのに、人生変わんねんからね、月曜日からね、もう、うん、誰も関心ないやんっていや、でもそれで終わったでしょ。だから月曜日からもう奥さんはもう、じゃあもう普通に戻ると思ってたわけでしょ。そう、でも本人は思ってない。いや、でも、うん、まあ普通には仕事はした、うんうんうん、もう普通に仕事はしたけど、結構ふつふつと思ってたのは、うん、いけるやんと思って。そうやね、あと1700足した、あと2000足した、うんうん、あと4年頑張れば、うんうん、もしかして 1年で言ったら、うん、1日1票365票は、うん、そうやね、1日1票でいけるよね。そしたら結構衛星まで行くんちゃうとか、うんうんうん、そんなことばっかりか頭で計算するわけですよ、うんうん、ほんでいやもう一回次の選挙出ようかなと思って、うん、でまだ活動し始めた、うん、まあでも選挙最初の選挙終わって1ヶ月ぐらいはねちょっと体しんどくて、あまあね、うん、で、まあ、少し休憩っていうか、まあ、ちょっと選挙活動はしてなかったんだけど、うんうんうん、それから1ヶ月ぐらいしてからまた活動を4年間やればいけるんちゃうかなと思ってやり始めた。なるほど、うん、で、あれですよ、なんか2回目が3回目でようやくですよね。そう、あれ言っとったらあれけど、僕が3回目で初めて僕ポスター手伝ったんで、ね、僕のおかげかも。 そんな紆余曲折があって市会議員になったじゃないですか、うん、これ見てる方はまだまだ選挙に興味もないし、で一応僕らのチャンネルってやっぱ福祉、うんうん、障害福祉に興味がある方なんで、で障害福祉に興味もあるし、今自分自身もしんどいというか、意見は言ってんだけど行動を起こしてない人が多くて、で加賀さん本当すごい自分で行動って起こしたけど、僕としては自分で起こすのが一番だけど、それは難しいならまず選挙に行こうと、だから自分の応援できるような人に応援、だから別に加賀さんじゃなくてもまず選挙に行きませんかみたいなことを僕としても訴えたいし、で今司会議員になった加賀さんがお母さんみたいなアイデアめっちゃ持ってる人に何か一言というか、いうのがあれば最後それで締めていただけたらと思うんですけど、今さっきの先のお母さんの思いある人でそれを実現させるにはこうしたらどうですかみたいな加賀さんの、まあ、提案というか何か最後それあれば、はい、ぜひお願いします。よくある話でね、うんうん、市会議員と市民とこの政治を動かしている行政ね、うんまあ、ここで言ったら神戸市、うんうん、これはねじゃんけんの関係と言われるんですよ。よくじゃんけん、うんで例えば市民がチョキなら、うん、行政はグーなんですよ。おう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 。で市会議員はパーなのよ。おう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 。これじゃんけんで言ったらなるほど強弱があるわけよね。だからこの市民の人が行政にいくら頑張っても、うん、勝たれへん、ね、勝たれへん、うんうんうん、でも、うん、僕らはパーだから、うんうんうんこうか勝てるわけ行政には勝つよ、ね、勝てるわけよ、うんうん、でも市民は、ね、市民はそう負けるわけよ。なるほど。訴えに行く方向性が違うんですよ。だから行政に市民の人が直接言うんじゃなくて窓口やし一番近いからなんか文句言うよね、うん、よくねで電話したりとか、うんうん、区役所の窓口行くじゃない、うん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 、そこでいくら言っても、うん、もうすでにもう勝ち負けそうですよね。もう勝つ可能性がないんですよねそこってね。ああなるほど。だからなるほどね市会議員に言いに行く
で、その時に、うん、何々さんいつも応援してますって、うんうんうん、まあ嘘でもいいから言っとこう、で、前回の選挙でも投票させてもらいましたって、うんうんうん、嘘でいいのよ、そんなもん、うんうんうん、喜ぶわけじゃない、こっちは、うんうんうん、それで、うん、あ、今日はこういうことでちょっとお願いに上がりましたって言えたら、一番こうやってこのグーに向かって情報を伝える、伝え方が同じことよね、結局内容はね、うん、けど方向と順番が違うと全然結果が変わってくる、そういうことなんですよ。なるほど、うん、だからこれをうまく使えば、これだからあれですよ、もちろん神戸市だけじゃなくて全国の話ですよね、うん、そう、だからそうすれば皆さんのアイデアが、うんうん、いろんなこうアイデアだとか困りごととかが解決して、うんうんうん、そして世の中社会は良くなっていくっていうふうに思うんで、そういうね、よく議員とかさっきの最初の話じゃなくて、うん、そのダーティーとか裏金というか金渡してみたいなことも、そうじゃないですよね、うん、全然順番を変えてるだけの話で、言ってる内容は、うん、そういうことですよね。そうなんですよ。で、僕ら市会議員からすると、うんうん、何をしないといけないかって言ったら、うんうん、さっきあの田村さんも、うん、市会議員の人に電話するのってすごくハードルだな、いやましてや市会議員の事務所なんかに行くなんて、うんうん、もう絶対もう、もう知り合いじゃなくて絶対無理よね、無理無理無理、だから、うんうん、僕らからするとそのハードルを下げるあの努力をしないと思ってて、例えば携帯電話の公開をする、うんうん、あそうなんや、うん、例えばね、あの、うん、市会議員事務所の電話番号って固定電話じゃないですか、うん、大体、うんうんうん、そこにかけると、うん、なんか誰が出るのかわからないとかで、まあね、やっぱり嫌な人もいるんですよ。で、うん、だから僕はもう携帯電話の公開であるとか、あと SNS とかでもこうアクセスしやすくする、うんうんうん、あとはもう自分のところの事務所に来てくださいじゃなくて、うんうん、駅前に立ってるんで、うん、そこで話しかけてもらう、はあはあはあ、なるほどなるほど、出前みたいな、うんうんうん、自分が出ていく、うん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 、そこで話しかけてもらえる相談事って結構いいんですよ、うんうん、そうなんだ、あれもか声かけていいんですか、なんか俺喋ってはるから声かけたらあかんのかなと思うけど、全然途中で大丈夫なんですか、うん、あーはーはーはー、だからそういう風なところをうまくこう使ってもらう、うんうん、で今僕はあの広報誌で自分の香川真司通信っていうのを、うんうん、来てますね、はいはい、西区で、うん、まあ大体あの2ヶ月に1回から、うん、まあ、3ヶ月に1回ぐらい5万枚ずつこう出してるんだけど、うんうん、そういうので自分の活動を見てもらうと、うんうん、まあこの人、あ、福祉のことだったら、うんうん、なんか詳しそうだなとか、うん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 、なんか頼みやすそうだなって思ってもらうと、うんうん、そういう方から連絡が、なるほどなるほど、そうですよね、うん、だから、まあ、ハードルを下げるっていうことと自分を知ってもらうっていうこと、あのほんまその最後のじゃんけんのあれはもう、うん、よく分かったし、でもこれ ね見られてる方ぜひ、あの多分いろいろ今の現状には満足してない方も多いし、何かしら思いがあると思うので、ぜひ、まあ、神戸の方は香川さんですし、その見てる方の市区町村必ず市議会議員や県会議員という方いらっしゃるので、うん、ぜひそんな方にあのいろいろ、お声かけていただけたらなと思いますので、で香川さん今おっしゃってましたけど、いろいろ、SNS もやられてますし、今やってる SNS 何がありますか。ツイッターは、ツイッターがある、はい、うん、アカウント持ってるけど、はい、最近ちょっと頑張ろうと思う、まずツイッターで、フェイスブック、はい、でインスタ、インスタ、うん、この3つ、あと YouTube もやってるんだけど、はい、YouTube はあの、チャンネル登録者が70人ぐらい、はい、なんか芸人になることが目的じゃないですもん、なってからが目的ってことを考えれば、今こそやっぱツイッターとか YouTube とか、まあ、僕らもいろいろお手伝いしながらですね、やっていけたらなと思いますの で本当、まあこうやって今見ていただいたようにですね、本当 気軽にお声かけますし、なんですかね、本当に見た感じ議員さんというよりは、うん、ね、普通のね、声かけやすい方っていうイメージにも皆さんなったかと思うので、ぜひこの動画を見られた方で、何かあればぜひ香川さんもそうですし、またアイワックスでもお問い合わせいただいてもいいかなというふうに思います。本当今日は長い間ね、香川さんもうありがとうございました。またぜひ今後もよろしくお願いします。はい、では皆さん、じゃあ見ていただいて、この動画がぜひよろしければグッドボタンとチャンネル登録もよければ、で香川さんのチャンネルの、あのいろいろ SNS も概要欄に貼っときます。よかったらぜひ香川さんのチャンネルも70人って言ってましたが、これ100人ぐらいに、ね、なるようにぜひお願いしたいと思います。これがそうや、これがちょうど最後にあのサムネのあれいいかもしれない。あ、そういうことね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。